はい、皆さんこんにちは。ネット物販講師の黒沢です。今回はセラーセントラル、Amazon のセラー専用の画面を実際にお見せしつつ、在庫管理を Excel ファイル形式で行う方法についてお伝えさせていただきます。少し前の動画で Amazon 物販の棚卸し、Amazon の公式倉庫にどのぐらいの在庫が残っていて、総額いくらぐらいのコストのものなのかっていうのを計算するときのポイントについてお伝えさせていただいたんですが、じゃあ具体的にその管理を Excel でどう行えばいいのかっていう話を今回はさせていただきます。すでに Amazon 物販棚卸しのやり方についてはインターネット上の YouTube やブログなどでも参見されていますので、全く同じことを話すのは味気ないですから、今回はネット上でよく見られるやり方とは別に、私がもう一つ別のやり方っていうのもお伝えさせていただきます。棚卸しについてはいろいろなやり方がありますので、詳しくはこちらの動画でご確認いただければと思うんですが、基本的に商品を仕入れた時の仕入れ値かけ残在庫の数を行って、総額いくらぐらい Amazon の倉庫の中に在庫が残っているのかというのを算出し、決算時、個人事業主の方は確定申告の時にそれらを提出するっていうのが一連の流れになります。本動画ではプラスアルファ、現在 Amazon に残っている在庫をすべて現在の価格で販売すると総額いくらの売上が見込めるのかということも Excel 上で簡単にチェックするやり方についてもお伝えさせていただきます。ネット物販というのはかなり地味な作業の連続ですから、売上がなかなか出ない状況だとどうしても塞ぎ込んでしまうタイミングってあるかもしれないんですね。そんな時に今残っている在庫を全部売ったらこれだけ売上が出るんだっていうことを数値化して確認していくことによって、ご自身を鼓舞することができると思いますし、 Amazon 物販をやる際の士気っていうのもぐーっと上がっていくと思いますので、今回の動画を参考にして早速 Amazon のセラーセントラル上で Excel ファイルをダウンロードしてみて、ご自身でも簡単にチェックしてみていただければ幸いです。まず棚卸しを行う際に一番簡単なやり方についてお伝えさせていただきます。レポートタブフルフィルメントをクリックしてください。左側在庫の下の方にある表示を拡大をクリックしてください。在庫スナップショット日時をクリックしてください。ダウンロードタブをクリックしていただき、レポート期間を日付にします。確定申告の方であれば、基本的に12月31日現在の在庫数を知る必要がありますので、こちらは12月31日にしていただければと思います。法人格の方は決算月が会社によって変わってくると思いますので、その点税理士さんにご確認いただければ幸いです。今回は取り急ぎ3月31日を選択します。レポート期間の開始日も終了日も3月31日を選択してください。CSV 形式でのダウンロードリクエストをクリックしていただくと、下の方に処理中と出ます。そのまま30秒ほど待機していただき、処理が完了するとダウンロードのボタンが出てきますので、ダウンロードボタンをクリックしていただくと Excel ファイルがダウンロードできます。こちらがダウンロードされた Excel ファイルになります。 E クオンティティの縦列が商品の在庫数になりますので、私の場合は E の右側に2つ挿入して、 F を商品の仕入れ値、 G を商品の承継としています。ちなみにデフォルトの文字のフォントだと見づらいので、私はいつもメイリオを選択しています。こちらの方が目に優しい丸っこいフォントになりますので、作業をする際に目が疲れづらいかと存じます。例えば仕入れ値が500円の商品であれば F に500と書き入れて、簡単な Excel の使い方になるんですが、イコールを入れて E の数量を選択し、かけるのマークを入れて仕入れ値の欄を選択し、すぐに合計金額を算出することができます。この承継の欄を選択し、右下にカーソルを合わせて黒い十字が出たらそのまま下に引き伸ばしていけば、2行目以降も同様に仕入れ値を入力するだけで勝手に計算できるようになります。以上が一般的に説明されているやり方になるんですが、私の場合棚卸しと合わせて現在の販売価格で残っている商品を販売すると合計いくらの売上になるのかっていうことも同時に調べてみたいんです。その場合よく使うのが在庫スナップショットではなく、さらに下の方にある FBA 在庫管理になります。 FBA 在庫管理をクリックしてください。 CSV 形式でのダウンロードリクエストをクリックしてください。自動的に処理が開始されます。処理が終わるとダウンロードのボタンが表示されますので、ダウンロードボタンをクリックしてください。左下に Excel ファイルが出てきます。こちらのファイルをクリックしてください。するとこのようなファイルがダウンロードできます。先ほどと同じようにフォントをメイリオに変更していただくと比較的目に優しいかと存じます。 J の縦列ウェアハウスクオンティティが在庫数になります。しかし在庫としてストックされているものでも、販売できるものフルフィラブルと、販売できないものアンセラブル
がありますので、販売できる現段階での在庫数は K の縦列に表示されています。K の右側に1行挿入します。関数の入力ですが、半角でイコールを押していただき、販売価格を選択し、かけるのマークを押していただき、AFN フルフィラブルクオンティティをクリックし、エンターを押します。今回はこの L の縦列を販売総額括弧予定とさせていただきました。あとは先ほど出した合計金額欄の右下にカーソルを持ってきていただき、黒い十字が出たらそのまま左クリックを押したまま下に伸ばしていけば、各項目合計いくらになるかを算出することができますし、例えばここからここまでの商品の販売総額の予定の合計を出したい場合、不要の欄に関数を入力します。関数はイコールサム括弧一番上の欄コロン一番下の欄括弧閉じ、そして最後にエンターを押していただければ合計いくらの金額になるかが下に表示されるという仕組みです。というわけで今回は Excel 形式で棚卸しを行う方法と、現在 Amazon の倉庫内に残っている在庫をすべて売り切った場合、現在の価格で売り切った場合、総額いくらぐらいの売上が見込めるかを算出する方法についてお伝えさせていただきました。今回の動画もし参考になったなって方、よろしければ高評価チャンネル登録いただければ幸いです。最後までご清聴くださりありがとうございました。